まさかこんな町であんたみたいな女に出会えるなんてな。ん？宿を貸し切るなんて随分羽振りがいいのね。ああ、破格の依頼が舞い込んできてな。依頼？変な依頼だった。30階層へ行ってわけのわからんものを回収してこいなんて。そう。ない。他のやつに渡した？それともどこかに隠した？こうしてお姫様と王子様は結ばれ、幸せに暮らしましたとさ。あなたも素敵な人に出会えるといいね。いつかお前だけの英雄に巡り会えるといいな。また同じ夢。朝から気合が入っとるの。ガレス、おはよう。久しぶりに。どうじゃ？いいの？遠征が中途半端に終わってしまったからの。力が有り余っておる。ちょうどいい。手加減は無用じゃぞ。わかった。嫌疑は申し分ないが、やはりお主もまだまだじゃの。それよりもなんだか上の空だったような気がするが、何かあったか？ううん、何でもない。うん、ま、何かあったら誰でもいい。気軽に話せ。チビの頃からお主には抱え込む癖があるからの。うん、ありがとう、ガレス。やっぱり集中できてなかったかも。あのアイズさん、おはようございます。レフィーヤ、おはよう。本当にこんな朝早くから訓練をなされてるんですね。だからアイズさんはあんな強くって。私も見習わなきゃ。もう習慣みたいなものだから。アイズさんは剣術を誰かに教わったりしているんですか？お父さんかな。お父様が。そういえばアイズさんのご両親は今何を。レフィア、そんなところで何をしている。本を取ってくるだけにどれだけ時間がかかっているんだ。申し訳ありません。アイズさん、私戻ります。ん？預かっていたものだ。しかし5日で使い潰すと。お前らは本当に鍛冶屋泣かせだな。ごめんなさい。あの、代金を。4000万バリス。はあ。お金
どうしよう。アイズ、今日なんか予定ある？ダンジョンにこもろうと思って。お一人でですか？お金を用意しないといけなくて。おお、だったら私も行くよ。作り直してもらったウルガのお金稼がなくちゃ。でしたら私もご一緒させてください。あれ、レフィーヤもなんか壊したっけ？いえ、そのアイズさんのお手伝いがしたくて。いいの？はい。じゃあみんなで行こう。ティオネも行くよね。私はやめとくわ。なんで？団長のおそばを離れるなんて嫌だもの。あ、フィー、リベリア、今からダンジョン行くんだけど一緒にどう？気ままに散策ってところか。いいよ、付き合おう。私もそう思ってたところだったんです、団長。たまには少人数で行くのもいいだろう。よし、決まり。ご飯食べたら出発。やっぱりここら辺は手応えないな。どうする？このメンバーで真相まで行っちゃう？今日の目的はお金を稼ぐことだからね。とりあえず18階層を拠点にしよう。チェー。あら、ベートだけか。ああ、アイズタンたちはダンジョンだとよ。かわいそうに取り残されたんか。ちげえよ、好きで残ってるだけだ。頼み込まれたって行くわけねえっての。はあはあ、せやったら今日一日うちに付き合うてくれへんか。ああ、おりゃあ。はあ、やっぱりウルガがあると落ち着くな。ティオナさん、作り直してもらっていた武器完成したんですか？うん、ウルガ2代目、出来たてほやほやだよ。でもな、なんか物足りないかも。この階層じゃね。やっぱりこのまま真相まで。まずは18階層で休憩しよう。ドロップアイテムの換金もあるしね。うん、やっぱり階層主いないんだね。リビラの冒険者が総出で片付けたみたいよ。交通が滞るからって。残念。皆さん、モンスターです。私が行く。あ、ずるい。ついたついた。妙だな、町の様子が少々おかしい。そういえば人が少ないような。たけ、たまったもんじゃねえぜ。ボールス、ロキファミリア、なんだってこんな時に。何かあったのかい？殺しだよ、ビリーの宿でな。犯人の目星は？おそらく昨夜こいつと一緒にいた女だ。どんな女だったの？
それがさっぱりわからねえんだ。フードで顔が隠れてたし。この男の身元は？このステータスシーフが教えてくれるはずだぜ。よろしく頼むぜ、アイエルフさんよ。死者を冒涜するような真似は褒められたものではないが。ガネーシャ・ファミリア所属、名はハシャーナ・ドルリア。ガネーシャ・ファミリア、オラリオ上位派閥だぞ。間違いないのかよ。待て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 、今何て言った？ハシャーナだと？冗談じゃねえぞ。ハシャーナっつったらレベル4じゃねえか。殺人鬼は第1級冒険者、少なく見積もってもレベル5、あるいは私たちと同じかそれ以上の力の持ち主。